こんばんにちは。こんばん。こんばんこんにちは。こんばんこんにちは。イエーイ。イエーイ。めっちゃディスタンス保って。そうなんですよ。そう、ココアさんの声正解。ココアさんとみちさんがいます。さっきココアさんに筋トレのおすすめ動画を教えたら、ここでまさかのスタートしてくれて即やるよもがいてました。謎のさんに確かに先輩に混ざって、何のお仕事でしょう。しょうしょう、楽しみなんだけど。私だけ楽しみです。え、でも怖い。でも怖い。全然楽しみじゃない人。怖い。え、怖いじゃん。実物見ると怖い。いや、あの、助からんときはみんな助かない。え、そうかな。これ何の話してるんだろうって。めっちゃファンの人。え、死ぬかもしれない。でもほんまに。今日が最後の配信になるかも。確かに。え、マジ気をつけてる。怖いですね。でも楽しみだけど。私一番楽しみ。誰かが死にそうになったらみんなで助け合う。そうやって死ぬよみんな。めっちゃ気合い。みんなで死ぬか。助からんと。生きて帰ってきます。頑張ります。アンケートあった？あった？あった？あります。めっちゃ前。ちょっと前。死ぬの。今生きてます。めっちゃ元気です。大丈夫だと信じて。でも STU に今までこういうのないかなと思っとったよ。ああ、なるほど。避けてきたというか当たらなかった今まで。私もそういえば。私もです。初めて。怖い。怖い。楽しみ。これスリルが楽しい。ちょっと楽しみな怖いことをしてきます。生きてって言われる。生きると。頑張ろう。ST もそんな過酷な仕事がやっと来ました、ドキドキ。よいしょ。夜の仕事ではないよね。明日やる。明日に向けてね。そうですね。あるかもしれん。え、ありますか。なんだろうか。楽しみですね。この3人にしかない共通点がない。違う、そういうコメントが来てたの。私じゃない。
大人？違うでしょ。待って、大人なんだって私。ほんまに待って。大人プレゼント。え、これだってこれだっすよ。いや。正式な花なんだって。どういうことで？え、ほんまにあのあれじゃん。18歳じゃん。ああ。ほら、いや。いや日々の現状があれだね。何三人だけじゃない。あ、確かに。うん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 。真面目。真面目真面目。確かに真面目じゃない？あ、まあそうですね。真面目よね。確かに。自分たちで真面目。自分で言ってる。みんななんかさ、私たち真面目だね。真面目真面目みたいな。面白い。そうだね、みんな何だろう何だろうハテナハテナみたいになってますね。セクシー担当って人だよ。こっちなんかコメントもめちゃくちゃ。ダメダメ、セクシー担当がやっぱココアさんしかいないでしょ。え、確かに私がなんでなんでみんなそうなんです、事務所で。うん、まあ3人だけじゃん。うん、ねえ、にぎやか。そうですね、にぎやか。え、ちょっといい、私の私が思う共通、はい、あの陶芸がうまそう。え、じゃない、じゃないって言われて。あのろくろ回しながら。え、ここは下手そう。え、なんでなんで。いやでもなんか職人さんの言葉をめっちゃ聞いて、へっ、ふんほうほうみたいな感じでめっちゃやってそうな気がする。飲み込み早さを、ね、あの元々の素質ありそう。みちはね、確かにありそうな感じが。元々の素質ありそう。みほりんはなんかやってそう、経験者っぽい。週一でみたいな。断言は断言はせんけど、陶芸うまいじゃなくて、うまそう、うまそう。なんで？なんで？ぐちゃぐちゃになって。痛い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 。粘土ですね。粘土ですね。陶芸、陶芸をしに行くことではないんですけどね。みちとみほりんはうまそうですよ。おぉ。僕はよく飲みそう。ひどい。やってみたいです。やってみたい、マジで。ワンチャン。ないか、ね、みんな想像にお任せします。にぎやか、そうだね。今来た人分からんと思うから、ココアさんとみっちゅさんって書いとこ。ウィーズ。オッケー。ラジオ体操でめっちゃ反りそう。キレキレに。反りだけめっちゃ反る。なんでなんでな。反りね。ラジオ体操の反りがあるのって大事よね。そうだっけ。私歌ってるよ、ラジオ体操。え、どういうことですか。デビューしたいよ。しれっと。どうしたの。言ってきたよ。言ってか。私デビューしたいよ。え？そう。え？今されたの。うん、スポティファイで聞ける。え？すごっ。え？これからのレッスンの列の時間、それが流れるかもしれない。名前。見つけたら。やだ。え？聞きたい。皆さんらしいですよ。聞けるって。練習しないとラジオ体操。あれ
1です。1しかやったことない気がしよう。え、わかんない。じゃあ、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 じゅんじゅんじゅんは第一って、じゅんじゅんじゅんってどっちですか？待ってどっち？どっち？え、調べたい。じゅんじゅんじゅん、じゅんじゅんじゅん、じゅんじゅんじゅん、ラジオ体操第一。あ、ジェンジェンジェレン、うん、1でした、それ。2が1よ。うん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 。2がどこだ？2が、なんだろ。2はジャンプから、これ。第2。2って何から始まる？あった。え、え、ラジオ体操第2なんか、なんか、え？みたいな。なんか。なんかジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプみたいな。え、ぽいです、なんか。両足跳びで全身を見せる。両足跳びだ、すごい。ジャンプめっちゃ遅くない？え、でも遅いです、第二遅い。え、これほらほらほら、じゃんじゃんじゃん、これ、そ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 れ、第二やったことないです、初めて見た今。第二の最初歌って、歌えない。なんかじゃ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 ん、じゃ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 ん、じゃ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 んじゃ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 ん、それは第一でした。あ、じゃあ第一をココアさんが歌ったんだ。なるほど。え、ちゃ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 でちゃ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 ってなってます。ちゃ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 ほら、じゃ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 ん、じゃ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 んで始まった。なんだこれ。みんな聞いたことあった？ラジオ体操、こんなちゃんと。ラジオ体操で盛り上がりすぎた。ライドを立てて。楽しい。不思議。明日できますかね、一緒に。誰かもラジオ体操。ラジオ体操？うん。歌ってもらって。あの、あ、歌うけど、あの、同じことは言っとくかない。あー、そうだね。あー、そっか。生でっけ。おもろかった。うん、え、懐かしい。夏休みは6人だった。いやー。あれ、6人にしよう。あった？あった？ありました。あった？ありました。公民館に集まって、みたいな。え、福岡？福岡で、はい。でもあった、ありました、あった、あったよ、うん、近くの公園で、え、私、うんうん、公園だった、ほぼ行ったことないけど、うんうんうん、私も2回しかやってない、うん、え、私、もうちょっとあるスタンプもらえる、あ、ありました、最終日にお菓子もらえるんよ、全部来た子は、えぇ、それを狙っていとった、全部行ったんですか、行ったよ、すごい、すごい、えら、え、行くだけでお菓子もらえるんや、確かに、でもえら、早起きして、えら、え、
偉い。すごく面白い。偉い。偉い、ココアさん。シャシャシャ。真面目に言ってそうだろ。そうよ、この3人。共通点。ラジオ体操の時に言ってそう。言ってそう。実際私が言っとったっていうね。すごい。3分の2行ってなかった。最終日に全部決めた人はにお越しあげますという提案した人はすごい。確かに頭いいですね。頭いい。うん。来るみんな。めっちゃ白飛びする。ドドドドド。初訪問の方どうも。田中です。エアポッツ、なんか学校で配られて、ね、あのカードが欲しい。め、お、もう15分は過ぎました。はい。30分までします。田中です。コメントやっちゃった。田中です。ひろしですみたいな。あち。うん。遊びに行くわけじゃないですね。この後お仕事に行ってきますので。気をつけて、ありがとう。うんうん、始まってます。え、そうなの？うん、なんか昨日とか今日から。あ、そうなの？うん、らしいです。え、何曜日？金曜日。金か。おお。いや、ひきゃに、みんな、もう、だってノアピが配信してて、えって思ったらもう夏休みだって思いました。いいな、夏休みにする。なんかね、いいよね、夏休みだ、なんか、ならんもん、夏休みだ、夏休みだ、みたいな。ならないです、いつも変わらん。変わらん、楽しい。トゥル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 。はい、共通点。はい。毎日日記を書く人。書いてなかった。書いてなかったです。書いてなかった。めっちゃ頑張って書いてた。誰かこの投稿見て。え、私も。え、ちょっとやってみたいよ。あ、書いてそうに見えるってことです。あー、でもし2人が書いてたら私を書いてねえ。なんとここはさ、一緒になんかあの携帯の写真とか遡って、ああ、呼び起こしてやってました。懐かしい。普通の人が夜を仕事しちゃった。豆そうで豆じゃないの。豆じゃない3人。やだー。本当は。やだな。にゃほー。てれ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 。今使うべきになってる。
親しみは湧く、ありがとう。もうラジオ体操で盛り上がっちゃってめっちゃコメントを見ずに笑ってた。見返そう。あ、わかった。じゃんじゃじゃじゃんじゃ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 。あ、そんな感じでした。それそれそれ。なんかこれだ。え、つながった。急に思いました。なんかリボリンのなんかじゃんじゃじゃんめっちゃ聞いたことあるな。伝わった。よかった。にょー。私も座ろうかな。よいしょ。よいしょ。ふう。熱くなった。もう前髪がボハボハな。マジ8月11日の5時間目マジですか。ありがとう。確かに。確かに。あったよね。ありました。この前もあったし、よくあるし。大きい声さ、配信。あ、あのバラエティ。本当だ。自分でやったんだけど。あるある、ね、公園でよくある。私もあります。すごい、ちゃんと真面目な共通点を。ありがとうございます。やった MC 面。司会面、司会面やった。仲間入り嬉しい。なんか嬉しいです、ね、ありがたいコメント、ね。めっちゃ嬉しいんだけど、やっぱやったね。イエーイ。メンバーによってコメントが違うって言っちゃったんだけど。一回だって私セクシー担当とか来たし。画角。わわ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 。あ、今日セットアップ、セットアップの上だけ置きました。下はまた違うなんかスカジャンなズボンみたいなやつですね。テテレレテテテテテテ。なんかずっとラジオ体操がなんか脳内にうっすら流れてくる。待って、え、すごい来たよ。何ですか。共通点、野球選手と同じ名字。おーおーおお。田中将大、井上拓海拓。ほうほうほう。開拓。へえ。ホークス。え、まあ、ホークスだけ。降りそうな。探しより確かに吉田すごい。でもちゃんと名前全部出てくるのすごい。さすがです。鈴木、あ、聖也さん、うん、確かに。すごい。でも気づいた方もすごい。かわいい、考えてる。森下、あ、確かに。あー、ほんとだ。中村小生、確かに。ほんとだ。めっちゃおる。それは結構みんな当てはまる小声。確かに。すぎる。ほんとだね。あ、矢野選手もいるんだけど、下の前が矢野選手、矢野選手。
野球わからん人。そう。今日これです。めっちゃ可愛い。可愛い。なんかさ、珍しい名字一緒だったらさ。おーってなるよね。確かに。私部長でも三浦学校の同級生とかもらなかった。おらんかった、うん、え？私おった、いっぱいいました。田中もめっちゃおった。田中めっちゃいた。各クラスに3人ぐらい。いや、おもずいやん。え、います。え、会おらん。私も出会ったことない。うん、会いないです。え、でも三浦もらんのよ。あー、いない。え、いなかった。今村いなかったです。今村さんも甲斐さんも。私2人おったよ。広島にいらっしゃる名字とか、うん、かな。田中、田中顔が一番珍しいかも。あーノアピア珍しい。確かに確かに。モロクズ確かに。え、でもリッセンちゃんとか。確かに。一線も初めて聞いた。え、ちょっと今まで珍しいラッキーでつけたい。え、調べたら出てくるよね、なんか。あると思う。多いんだよ。いい時間ですか。本当だ。あと3分ぐらいだし。本当だ。はやし。13位、ゆうゆうさん。12位。私ももうすぐ読もう。めっちゃね、可愛いけどね、見えない。この図。かわいい。前髪どの画角でランキング読もうかな。では私も読みます。22のみほりん賞、22金友、13位ジョーさん、12位ドグラスさん、11位大地さん、10位ももたんさん、9位しまかぜさん、8位あすみずきさん、7位リーツさん、6位ジュリボー、5位あっくん、4位かんちゃん、3位チョコミントリス、2位ディノットさん、そして第1位、竹まつるさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんな、今日もちょっと短かったし、めっちゃ終始笑ってただけなんですけど、見てくれてありがとうございます。お仕事頑張ります。ココアちゃんとみちちゃんについていって。頑張れよ。では、最後にじゃんけんして終わります。最初は。グー、じゃんけん、グー、ありがとうございました。お仕事頑張る、ありがとう。感染対策もそうだね、しっかりして。みんなもお元気で。